斉藤博美は日本のフリーアナウンサーで元毎日放送アナウンサー。朝日放送テレビアナウンサーの斉藤まみは実前である。大阪市淀川区出身で血液型は A 型。ニュース検定2級の資格を持つ。大阪府立北野高等学校から神戸大学開示科学部マリンエンジニア学科卒業。2008年アナウンサーとして 毎日放送へ入社した。10月、ジャイケル・マクソンの特別企画、日本一早い。ジャイケル大忘年会2008で、新公役を務めたことを皮切りに、チチンプイプイや、モーニングミックスへレギュラー出演。2009年10月から、ボイスで1年間サブキャスターを担当するとともに、UK b とフライヤー1179で2011年3月まで、アシスタントを務めた。 2009年末のオールザッツ漫才では放送開始20年目にして毎日放送のアナウンサーでは初めて司会に起用されている。また、阪神タイガースの公式戦や選抜高等学校野球大会決勝戦の中継でリポーター、モーコファイル、ウィズタイガース12で選手へのインタビュアー、みんなの甲子園で2010.2011年のアシスタントをそれぞれ担当。 2010年には大阪を舞台にした東方の実写ボクシング映画ボックスで先輩のスポーツアナウンサー井上正夫と共に映画初出演を果たした2011年10月に MBS 歌組スマイルソングズ水曜日のパーソナリティに起用されてからはラジオの生放送番組やテレビラジオの定時ニュースを中心に出演またセアンパテナの神様 などに不定期で登場するかたわら、毎日放送が主催、共催、共産のイベントを告知する、MBS ラジオのスポット CM で、たびたび、アナウンスを担当していた。2012年4月に、実前のまみが朝日放送へ入社。所属局は異なるが、在反民放局では初めて同じ時期に、姉妹で、正社員のアナウンサーとして活動するようになった。 広見は2013年7月に毎日放送の人事異動でアナウンス職を離れた。アナウンサーとして最後に出演した番組はテレビが6月29日のデイリー・ゲット。ラジオが7月1日の歌組。2014年6月末まではかつての先輩アナウンサー大月・勇などとともに毎日放送のラジオ営業部に勤務。 MBS ラジオ関連のイベントを告知するラジオ CM や担当するスポンサーアナウンサー時代に共演した人物の関わる番組で斉藤の声が聞けることもあった。しかしフリーアナウンサーへの転身を視野に同年8月末日付で毎日放送を退社した。2015年7月からはフリーアナウンサーとしてつながる関西話を TV のナビゲーターを担当。さらに 同年10月1日から2017年3月31日まで、おはようコール ABC 議、金曜日のニュースキャスターを務めた。その一方で、2015年10月には、一般男性と結婚したことを明らかにしている。同局で一年先輩にあたる吉武氏とは、年齢が同じこともあって、共演番組や、アナログで、仲の良さを、たびたび披露していた。 大吉洋平毎日放送アナウンサー、時代テレビラジオ以下はナレーターを担当した番組で、本編とは別に収録。フリーアナウンサー転身後、ありがとうございます。